セントヘレンズ山、セントヘレンズ山、またはセントヘレンズ山、マウントセントヘレンズは、アメリカ合衆国のワシントン州スカマニア郡にある大型の活火山で、山体崩壊の様子が写真に収められた火山として、広く知られている。本火山は、シアトルから南へ、約154キロメートル、オレゴン州ポートランドから北東へ、約85キロメートルの地点に位置する。 カスケード山脈の一部であり、先住民族のクリッキタットからは、煙と火の山という意味の、ローアラクロー、ルララクラフと呼ばれていた。セント、ヘレンズという三名は、18世紀後半にカスケード山脈の調査を行ったイギリス海軍の航海士、ジョージ・バンクーバーが、友人であった外交官の初代セントヘレンズャクアレン、フィッツ・ハーバート、 オレイン・フィッツ・ハーバートにちなんで名付けたものである。セント・ヘレンズ山は1980年5月18日に大噴火を起こしたことで広く知られる。山頂部分は大規模な山体崩壊によって直径 1.5km にわたる低鉄型のカルデラが出現し、山の標高は 2950m から 2550m に減少した。崩壊した土砂は岩屑なだれとなり、 200件の建物と47本の橋を消失させ、57人の命を奪った。鉄道は2 4トル、高速道路は3 0 0トルにわたって破壊された。この噴火では事前にハザードマップをうまく活用して、立ち入り制限を行い、人的被害を小さなものにとどめることができた例として、よく知られている。カスケード山脈の他の多くの火山と同様に、セントヘレンズ山は、 火山灰や軽石などの噴出物が溶岩と共に、円水状に堆積した山であり、複式円水火山内し清掃火山と呼ばれる内部構造をしている。また、セントヘレンズ山には、複数のデイサイトの溶岩ドームが崩壊してできた、玄武岩と安山岩の層が含まれており、この層には1980年の大噴火で、崩壊した、コートロックスと呼ばれた山体の北側の斜面にあった。 溶岩ドームも含まれている。カスケード山脈の東部に位置しており、山の周囲にはセントヘレンズ山と、兄弟関係にある火山が多数存在している。セントヘレンズ山から東に、約 55km の地点にはアダムス山が、セントヘレンズ山から北東に、約 80km の地点には、レーニア山が、セントヘレンズ山から南東に、 約9 5トルの地点にはふっと山が一致している。1980年の大噴火までは、セントヘレンズ山はワシントン州の中で5番目に高い山であり、カスケード山脈の中では目立って高い山ではなかった。それでもセントヘレンズ山の標高は3 0 0 0ル近くあり、さらに山の頂は万年雪に覆われていたため、周囲の丘陵から消出した外観をしていた。 山頂は山の基底部から約1500メートルの高さにあり、山の北東側では隣の峰と長さ約10キロメートルにわたって標高約1340メートルの谷を形成していた。その他の部分でも標高1200メートル級の谷が多数存在していた。北側に位置するスピリット湖は有史以前の噴火によって谷がせき止められてできた湖である。 セントヘレンズ山から流れている主要な河川は三本ある。山の北側から北西側に流れるトートル川、山の西側に流れるカラマ川、山の南側から東側に流れるルイス川である。これらの河川の水はセントヘレンズ山に降り注ぐ雨や雪によって供給されており、アメリカ海洋大気庁の統計によると年間約3600ミ、mm、リメートルの降水がある。ルイス川には 水力発電を行うためのダムが3つある。セントヘレンズ山はワシントン州スカマニア郡に位置しているが、セントヘレンズ山へ行く際には、スカマニア郡の西に位置するカウリッツ郡から向かう方が便利である。セントヘレンズ山から西方約 55km のキャッスルロックにある、週間高速道路5号線49番出口から、 ワシントン州道504号線を東に向かうことで、セントヘレンズ山の北のふもとへ行くことができる。週刊高速道路5号線は、アメリカ合衆国の西海岸を南北に走る高速道路であり、セントヘレンズ山付近では、カウリッツ川沿いを走っている。キャッスルロック、ロングビュー、ケルソーなどの都市を結び、キャッスルロックから南に約8 0トルの地点には、 ポートランドが位置している。セントヘレンズ山に最も近い自治体はワシントン州空河であり、山頂から南南西に約1 8トルのルイス川沿いに位置している。セントヘレンズ山の一帯はギフォードピン小国有林に指定されているが、一部は私有地となっている。地質学的証拠によると、セントヘレンズ山は 新生代第四期更新予末期の紀元前39,600年頃、噴火によって噴出した軽石や火山灰などによって、形成が開始された。紀元前39,000年頃には、極めて大規模な火災流が発生し、セントとヘレンズ山の原型が完成した。最終表記末期の紀元前18,000年頃から、紀元前14,000年頃には、円水状の山体の一部が砕かれ、 氷河と共に海へと流れていった。その後も頻繁に噴火を繰り返し、大量の軽石や火山灰を噴出した。紀元前6500年頃になると、セントヘレンズ山の火山活動は収束し、以後約4000年にわたって平穏な姿を停止続けた。紀元前2500年頃、再びセントヘレンズ山の火山活動が活発化し、 スミスクリーク噴火器と呼ばれる活動器に入った。スミスクリーク噴火器は約900年間続き、大量の火山灰や高架色の軽石などの噴出物がセントヘレンズ山の周囲約1万キロメートルに降り注いだ。その後セントヘレンズ山は紀元前1600年頃まで大規模な噴火を繰り返し、セントヘレンズ山から北東に約80キロメートル離れた。 レーニア山国立公園には当時の噴出物が約50センチメートルほど堆積した。また、セントヘレンズ山から北北北東に約1000キロメートル離れたカナダのアルバータ州にあるバンフ国立公園でも噴火の痕跡が確認されている。この期間に噴出した岩石や火山灰の総量は約10キロメートルであると推測されている。 そして約400年間の休息期間を経た後の、紀元前1200年頃、セントヘレンズ山は、パインクリーク噴火器と呼ばれる活動期に入った。パインクリーク噴火器は、紀元前800年頃まで続き、小規模な噴火を極めて頻繁に繰り返した。山頂からは、粘土の高い火砕流が発生し、近くの谷へと流れ落ちた。 紀元前1000年頃から紀元前500年頃には大規模な土石流、ラハールが発生し、ルイス川の峡谷を約6 5トルにわたって埋没させた。その後、セントヘレンズさんは、再び約400年にわたる休息期間を経て、紀元前400年頃にキャッスルクリーク噴火器と呼ばれる活動器に入った。キャッスルクリーク噴火器ではそれまでの活動器とは、 異なった成分の溶岩を噴出した。溶岩には観覧岩や玄武岩が混ざり合っており、さらに粉々になった安山岩や火山灰などが含まれていた。百年頃には大規模な噴火があり、この時に流れ出た溶岩は山体の一部となり、長さ約1 5トルに及ぶ溶岩洞が形成された。また流れ出た溶岩の一部はルイス川やカラマ川にも到達した。これと、 同時期には大規模な土石流も発生し、トートル川やカラマ川の峡谷を長さ約5 0トルにわたって埋没させた上、その一部はコロンビア川にまで到達した。そしてセントヘレンズ山は再び約400年間の休息期間に入った。500年頃、セントヘレンズ山の火山活動は再び活発化し、シュガーボール噴火器と呼ばれる活動器に入った。 シュガーボール噴火器では、山体の北側の斜面から小規模な噴火を起こし、800年頃まで継続した。シュガーボール噴火器の末期には、シュガーボールと呼ばれる溶岩ドームが形成された。セントヘレンズさんは、シュガーボール噴火器から約700年間の、休息期間を経た1500年頃、突発的に活動を再開し、カラマ噴火器と呼ばれる活動期間に入った。 薄い灰色をした軽石と火山灰を噴出し、セントヘレンズ山の北東斜面には約9 5トルにわたって噴出物が約1ルほど堆積した。また、北東方向に約8 0トル離れた地点においても約5トルの後輩が確認されているまた、大規模な火砕流や土石流が西側の斜面で発生し、カラマ川に流れ落ちた。 カラマ噴火器は約150年間にわたって継続し、二酸化系素の成分がほとんど含まれていない溶岩が噴出した。また淡い色をした火山灰と暗い色をした火山灰の層が交互に積み重なり、少なくとも発想にわたって堆積した。その後、粘度の高い安山岩の溶岩が山頂河口から山体の南東斜面に流れ落ちた。続いて、 火砕流がその上を流れ落ち、一部はカラマ川にまで到達した。カラマ噴火器の末期になると、山頂河口に巨大な溶岩ドームが形成され、山頂河口の大部分が溶岩ドームに覆われた。カラマ噴火器は1647年に収束し、高くそびえる左右対称な姿のセントヘレンズ山へと成長した。1800年、セントヘレンズ山は、 ゴートロックス噴火器と呼ばれる活動機関に入った。ゴートロックス噴火器は交渉記録と文書記録が存在する最初の活動機関である。ゴートロックス噴火器はカラマ噴火器と同様に安山岩の溶岩を噴出させ、フローティングアイランド溶岩流が北側斜面を流れ、溶岩ドームが形成された。この時の火山灰は主にセントヘレンズ山の北東方向へ流れ、 ワシントン州中央部から東部及びアイダホ州北部、モンタナ州西部で降敗が確認された。1831年から1857年にかけて10回を超える小規模な噴火が繰り返し発生し、周辺地域への降敗が幾度となく記録された。この時の噴火口はゴートロックスもしくはその付近に形成されたと推測されている。 そしてセントヘレンズ山は再び123年間の眠りに入った。1980年3月20日、セントヘレンズ山付近を震源とするマグニチュード4の地震が発生し、だれが山独の駐車場を襲った。その後も地震が続き、3月27日には最初の噴火、水蒸気爆発が発生した。連日のように噴火が頻発し、 山頂にできた河口は幅600メートルまで拡大した。4月に入ると噴火は次第に減少したが、地下でマグマが移動していることを示す地震は続き、やがてセントヘレンズ山の北側が膨らみ始めた。4月の末には北側斜面の一部が1979年8月時点と比べて100メートル近く移動しており、移動速度は1日に1.5メートルもの速さに達していた。 5月16日に航空機から撮影された赤外線写真には北側斜面傍聴部の山頂側に沿った数箇所で地熱が異常に上昇しているのが記録されていたがそのフィルムが現像されたのは大噴火の後だった。火山学者たちはいくつかの有人観測地点を設けたが最終的には山頂から北に約9トル離れたコールドウォーター E だけが残った。 コールドウォーター E では、当時大学院生だったハリー・グリッケンが観測を担当していたが、卒業研究の準備のため5月17日に現地を離れ、デイビッド・ジョンストンと交代した。他にもセント・ヘレンズ・さんの北側には、カメラマンのリード・ブラックバーン、リード・ブラックバーンとロバート・ランズバーグ、無線技師のジェラルド・マーチン、ジェリー・マーチン、スピリット・コハンの旅館経営者ハリー・アルトルーマン、 そして伐採業者や火山見物に訪れた野獣馬などがいた。避難が長期化したため、5月17日と18日には、周辺住民の一時帰宅が行われることになり、伐採や植林などの作業も一部で再開されていた。5月18日日曜日、現地時間の朝8時32分、協定世界児童日15時32分、セントヘレンズ山で、 マグニチュード5.1の地震が発生した。北側斜面は大規模な山体崩壊を起こし、時速 160km から 240km もの岩屑の誰となって、スピリット声駆け下った。調査本部を呼び出そうとするデイビッド・ジョンストンの声、バンクーバー、バンクーバー、ディス・イズイ、バンクーバー、バンクーバー。これが、がアマチュア無線化によって記録されているが、間もなく、 更新は途絶えた。その直後、セントヘレンズ山の内部に蓄積されていたマグマが噴出し、激しい横殴りの爆風、衝撃波と大規模な火砕流が北側山麓を襲った。この時の火山爆発指数は5であった。この様子は山頂から北東に約1 7トル離れた地点に陣取っていたカメラマンゲーリー・ローゼンクイスト、ゲアリー・ローゼンクイストにより、 連続写真として撮影され、終霊な山陽の線とヘレンズ山が崩落、爆発する様子が記録された。ジェラルド・マーチンは、最後の瞬間まで、噴火の様子を無線で伝え続けた。また、地質学者のキースとドロシーのストッフェル夫妻、キースドロシー・ストッフルが小型飛行機で、噴火の様子を写真に記録していた。ブラックバーンとランズバーグの遺体は、カメラと共に後日発見され、 ランズバーグの遺体の下のバックパックから発見されたカメラからは噴火を記録した4枚の写真が救い出されたが、ブラックバーンのカメラのフィルムは熱で破壊されてしまっていた。ランズバーグの写真は翌81年に発表されている。セントヘレンズ山から北に約 11km までは跡形もなく吹き飛ばされ、約 22km までの木々はなぎ倒され、 さらに遠方では山火事が発生するなどして合計約6 0 0トル、東京23区に相当する広さが大きな被害を被った。5 0トルほど離れたアダムス山でも気温が一時的に数度上昇した。それから9時間以上にわたってセント・ヘレンズ山は灰色の噴煙を立ち上らせ、その高さは海抜2 0トルから2 5トルにまで達した。 噴煙は時速9 5トルほどの速度で東方へ移動し、同日の正午には藍が補修にまで到達した。また、北側斜面の崩壊により、火山灰が土砂や雪と混ざり合い、火山泥流を引き起こした。火山泥流はトートル川やカウリッツ川を数キロメートルにわたって時速約3 0トルで流れ落ち、橋を次々と破壊していった。 火山泥流の総量は約300万メートルに及び無数の倒木がコロンビア側に流れ込んで太平洋まで流出した。同日17時30分頃、噴煙の高さは徐々に低くなり始めた。しかしながら数日間にわたって絶え間なく爆発が起こり、最終的には広島型原爆2万7000個分に相当するエネルギーがセントとヘレンズ3から放出され、 噴出物の総量は1キロメートルを超えた。セントヘレンズ山の北側には幅約3キロメートル、深さ約8 0 0ルの巨大な河口が出現し、セントヘレンズ山の標高は4 0 0ルほど減少した。この噴火により57人が死亡もしくは行方不明となり、5000頭の鹿、1100万匹の魚が死亡したと推定されている。また、家屋200棟、 橋43本、道路約3 0 0トル以上、鉄道 25km 以上が破壊された。火山灰や火砕流、泥流、そして岩屑なだれなどの被害はおおむね火山学者たちが、事前に予測した通りの範囲で起きたが、横殴りの爆風は予想外であり、大噴火を予測することもできなかった。しかしこの経験はセントヘレンズさんの囲碁の噴火や、 ピナトゥボ山など他の火山の噴火の予測に役立つことになる。5月18日以降で最初の噴火は5月25日未明に起きた。6月3日未明、火山学者たちはもうすぐ噴火が起きると予測したが外れた。6月12日、今度は予測通りに噴火が起きた。データが蓄積されるにつれて予測の精度は上がっていった。 1980年から1986年にかけて、セントヘレンズさんは活発に活動を続けた。河口には新たな溶岩ドームが形成され、多数の小爆発を伴いながら溶岩ドームは成長を続けた。1980年から1981年にかけての冬から、河口の影に形成された馬蹄型の氷岩が成長を始めた。 1982年3月19日の噴火では、この氷河が溶け、火山泥流が発生した。氷河は年を追うごとに巨大化し、2000年には約0 9トルにまで広がった。1989年から1991年にかけて、セントヘレンズ山を震源とする群発地震が発生し、溶岩ドーム付近において、小規模な爆発が発生した。 また、1995年、1998年、2001年にも同様の群発地震が発生したが、この時には爆発は発生しなかった。2004年秋、セントヘレンズ山の火山活動は再び活発化した。9月23日現地時間2時、協定世界時同日9時頃、セントヘレンズ山の山頂において、 溶岩ドームの直下約 1km を震源とするマグニチュード1未満の微小地震が約200回にわたって連続して発生した。9月26日、アメリカ地質調査所と太平洋岸北西地区地震観測網はこの群発地震を危険な兆候と捉えレベル1の警戒を発令した。また同日、アメリカ農務省リニア部はセントヘレンズさんに入山禁止命令を発令した。 地震の頻度は9月29日頃に災害化し、1分間に4回の割合で微小地震が観測された。山頂の溶岩ドームからは水蒸気が立ち上り、アメリカ地質調査所は警戒レベルを2に引き上げた。最高はレベル3。そして10月1日現地時間12時2分、協定世界自動日19時2分、セントヘレンズ山は水蒸気や火山灰の噴出を開始し、 噴煙は標高3000メートルに達した。黒くす,すけた火山灰は風に乗って南方のワシントン州、バンクーバーやオレゴン州、ウッドビレッジに降り注いだ。翌10月2日12時14分、19時14分、セントヘレンズ山は前日よりも強い爆発を起こし、低周波の火山性地震を引き起こした。政府の地震研究者は警戒レベルを最大レベルで、 ある山へと引き上げ、避難命令を発令した。10月3日3時、10時頃、約90分間に及ぶ低周波地震が発生した。この地震はセントヘレンズ山の内部のマグマが大規模な移動を起こしたために発生したと考えられており、現地時間10時40分、17時40分頃には水蒸気爆発によるものと思われる地震が発生した。 その後も突発的な水蒸気爆発が続発し、10月4日各時47分、16時47分、14時12分、21時12分、17時40分、10月5日0時40分、そして10月5日9時3分、16時3分には火山灰の噴出を伴った爆発が発生した。また、これら一連の水蒸気爆発はマグニチュード3程度の地震を引き起こした。 10月6日、アメリカ地質調査所は警戒レベルを引き下げ、今後しばらくは大規模な噴火が発生することはないだろうと発表した。10月11日、セントヘレンズ山内部のマグマは火山の地表近くにまで到達し、1980年の噴火の際に形成された山頂の溶岩ドームのすぐ南側に新たな溶岩ドームが形成され始めた。同年11月、 アメリカ地質調査所は山頂の新たな溶岩ドームについて1秒間20メートルの割合で成長を続けていると発表した。そして仮にこのペースでこの新たな溶岩ドームが成長するならば山頂の過去はこの新たな溶岩ドームによって完全に覆われ2015年にはセント・ヘレンズ山の標高は1980年の噴火前と同じ2950メートルに 達するだろうと推測した。2005年2月1日、セントヘレンズ山の山頂にできた新たな溶岩ドームについて、その最高点の標高が2329メートルであることが明らかになった。この溶岩ドームは1980年に形成された河口の底面から約415メートルの高さがあり、セントヘレンズ山の最高点との差は220メートルであった。 新たに形成された、この溶岩ドームは、クジラの背のような形状をしていたことから、ホエールバックと呼ばれた。その長さは518メートル、幅は152メートルであり、体積は3850万メートルと見積もられた。3月8日17時30分、翌日0時30分頃、セントヘレンズ山を再び大規模な火山活動が襲った。噴煙は、 海抜1万メートルにまで立ち上り、マグニチュード2.5の地震が観測された。この噴煙は、ワシントン州、シアトルやオレゴン州セーラムでも確認され、20分から30分にわたって継続した。研究者によると、この爆発は圧力の放出によるものであり、大きな噴火が起こる、可能性は低いとされた。5月5日。 セントヘレンズ山の山頂にできた新たな溶岩ドームについて、その最高点の標高が2339メートルであると発表された。2008年1月に入って溶岩ドームの活動が止まり、同年6月10日、噴火活動の収束が宣言された。セントヘレンズ山の周囲に居住する先住民族の間では、セントヘレンズ山に関する 様々な神話や伝説が伝承されてきた。数ある伝説の中で最も有名な話は、先住民族のクリッキタットの間で語り継がれてきた、神々の橋という物語である。大昔、偉大なる精霊がパートとワイイストという二人の息子を連れてコロンビア側を下ってきた。ところがパートとワイイストは互いに仲が悪く喧嘩ばかりしていた。そこで偉大なる精霊は、 パートとワイストをコロンビア側の両岸に分けて住まわせることにした。パートは川の東岸に住み、クリッキタットという部族を創造した。一方、ワイストは川の西側に住み、ノマースという部族を創造した。やがて争いが収まったことから、偉大なる精霊は二つの部族が仲良くできるよう、コロンビア側に巨大な石橋をかけた。こうして、人々は、 川の両岸を互いに行き交うことができるようになり、この橋は神々の橋と呼ばれるようになった。それから数十年、川沿いにはたくさんの集落ができ、人々は仲良く暮らしていた。しかしながら、中には酒や果物が取れることに感謝もせず、欲張って喧嘩ばかり起こす人々もいた。偉大なる精霊は、そのような、悪しき心を持つ人々がいることに激怒し、 人々に罰を与えることにした。ある朝、人々が目覚めると、空は暗闇に包まれていた。外には、雪が積もり、人々は飢饉に襲われた。この惨状を見かねた、ルーウィットという名の老女は、人々を助けてくれる、よう、偉大なる精霊のもとを訪れた。偉大なる精霊は、ルーウィットの優しさに心を打たれ、人々を上から解放した。 さらに偉大なる精霊は、ルーウィットに火を送り、神々の橋の火を守る役目を与えた。ルーウィットが、この役目を熱心に果たしたことから、偉大なる精霊は、ルーウィットに褒美として、若さと美を与えた。美しい乙女となった、ルーウィットを見たパートと、ワインストは、ルーウィットを、委託くに、入り、熱心に求婚をした。ところが、ルーウィットが曖昧な返事をしたことから二人は、 ルーウィットをめぐって争いを始めた。川の両岸から焼けた石を投げ合い、森林や家々を焼き払い、大地をゆすっては破壊の限りを尽くした。これに憤怒した偉大なる精霊は、神々の橋を叩き壊し、パートとワイイースト、そしてルーウィットを自分のもとへと呼びつけた。偉大なる精霊は巨大な腕を振りかざし、雷と共にパートとワイイストを山へと変えた。 そしておもむろに、ルーウィットの方を向き、ルーウィットも山へと変えてしまった。クリッキタットの間では、パートは、フット山、ワイストはアダムズ山になったと伝えられている。そして白いローブをまとっていた、ルーウィットは、雪で覆われたセントヘレンズ山になったと伝えられている。 セントヘレンズ山を訪れた最初のヨーロッパ人として記録されているのはイギリス海軍の航海士であったジョージ・バンクーバーである。バンクーバーは1792年5月19日、イギリス海軍の艦船の艦長に就任し、1794年まで、それで北太平洋沿岸を航行した。1792年、コロンビア側の河口に入ったディスカバリーの眼前には、 カスケード山脈の山々が広がっていた。バンクーバーは高くそびえる山々に対して、英語の名称を次々につけていった。そして1792年10月20日、バンクーバーは山頂に雪を覆った、美しい山に対して、友人であった、外交官の初代セントヘレンズ男爵にちなんで、セントヘレンズさんと命名した。バンクーバーの訪問から数年後、 セントヘレンズ山の周辺地域で火山が噴火した。そしてこの噴火を聞きつけた多くの探検家や商人や宣教師がセントヘレンズ山を訪れ数多くの記録を残した。後世の地質学者や歴史学者は1800年に起こった噴火が以後57年間にわたるゴートロックス噴火期の始まりであるとしている。ワシントン州北東部に居住していた先住民族は この噴火によって噴出した火山灰を乾いた雪と驚き、神に祈りを捧げた。1805年から1806年にかけて、ルイス・クラーク探検隊は、コロンビア側から、セント・ヘレンズさんの姿を確認したが、セント・ヘレンズさんの噴火に関する記録は全く記されていない。しかしながらポートランド近くのに入る際、流砂や川底の障害物の存在を確認している。 ことから、ルイス・クラーク探検隊が訪れる十数年前に、ふっと山で噴火があったと推測されている。セント・ヘレンズさんの噴火に関する、信頼性のある、最初の報告は、に設立されたハドソン湾会社に勤めていた、メレディス・ガードナーによって、1835年に、なされた。ガードナー博士は、エディンバラ新鉄学学会士に噴火に関する、報告書を送り、 1836年1月に発表された。1841年、イエール大学のジェームズ・デーナは、チャールズ・ウィルクス探検隊の航海の途中で、コロンビア側の川口から、平穏なセント・ヘレンズさんの山頂を確認しており、さらに探検隊の別のメンバーは、セント・ヘレンズさんの規定部に、玄武岩質溶岩の塊があったと述べている。 1842年の晩秋から初冬にかけて、いわゆる大噴火が地元の入植者や宣教師たちによって確認された。この噴火では巨大な灰色の噴煙が報告され、小規模な噴火が15年にわたって続いた。この間の噴火はすべて水蒸気爆発であったと考えられている。オレゴン州の牧師は、1842年11月22日に、 セントヘレンズ山で噴火があったと証言している。この噴火による荒廃は山頂から約80キロメートル離れたオレゴン州にまで及んだとされる。1843年10月後にカリフォルニア州知事となったはこの噴火に見舞われた先住民族の話を残している。この話によるとこの先住民族は鹿刈りの途中で噴火に遭遇して 溶岩流によって両足に熱傷を負い、ホートバンクーバーで治療を受けたとされている。しかしながら、当時の物資補給所の管理人ナポリアン・マク・ギルベリーは、この話を否定している。1845年には、イギリスの注尉ヘンリー・ウォーレが噴火の様子をスケッチしており、同年には、カナダの画家が噴火の様子を水彩画で描いている。どちらの絵も、 山体の北西側の斜面から観察したものであると推測されている。1857年4月17日、ワシントン州の新聞は、セントヘレンズ山、もしくはその南方の山が噴火状態にあると見られると報道した。この噴火は、堆積した火山灰の層の薄さから、水蒸気と粉塵を含んだ噴煙が上がっただけの、小規模なものであったと推測されている。そしてこれ以後、 1980年までセントヘレンズンでの火山活動は起こっていない。それから一世紀以上の後の1980年5月18日8時32分、協定世界時同日15時32分、セントヘレンズ3は長い眠りから覚め、123年ぶりに大噴火を起こした。その数ヶ月ほど前から火山活動が活発化し大噴火の予兆を呈していたことから、 セントヘレンズ参近港には避難命令が発令された。しかしながらセントヘレンズ参近港に居住していた旅館の所有者、ハリー・トルーマンは避難を拒否し世間の注目を集めた。トルーマンはマスメディアからインタビューを受けた際、噴火の危険性はひどく誇張されていると主張した。そして大噴火により、トルーマンを含む住民など57人が死亡もしくは、 行方不明となった。トルーマンの遺体は確認されていないが、旅館と共に9メートルの灰や土石流に渦漏れていると推測されている。200軒の建物と47本の橋が消失し、鉄道は24キロメートル、高速道路は300キロメートルにわたって破壊された。さらにセント・ヘレンズ山の山頂部分は大きく崩壊し、直径1.5キロメートルにわたる馬型カルデラを形成。 山の標高は2950メートルから2550メートルに減少した。当時のアメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターは、被害調査のため現地視察を行い、月面よりも高涼としていると述べた。同年5月23日、被害状況を撮影するためにセントヘレンズんを飛行していたヘリコプターが墜落し、同月25日未明に小噴火が発生した。 しかし幸運なことにヘリコプターの乗員は生き残り、2日後に無事救助された。1982年、当時のアメリカ合衆国大統領、ロナルド・レーガンとアメリカ合衆国連邦議会はセント・ヘレンズさんと、その周囲約4 4 5トルをに指定し、ギフォードピンショ承国有林の一部とした。国有林のビジターセンターは、1980年の噴火で死亡した。 火山学者のデイビッド・ジョンストンを記念して命名されたジョンストンリッチという丘に建てられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。